引き続きまして来年1月2度目のキャンプということでお世話になることにさせていただきました。1月の18日から、27日まで、10日間のキャンプを石垣島の方でやらさせていただきます。昨年は1日多く日程的にはありますので、前回より週末が2回前回よりより多くの市民の方、少年少女、サッカーファンの方に来ていただければなというふうに思います。また改めて市役所、市長をはじめ市役所の方々、あと今年から協力会というものを立ち上げていただきまして、前回以上のバックアップをしていただけるということで、昨日も視察をさせていただきましたけれども、前回以上にいろいろなバックアップを考えていただいているというものがひしひしと伝わってきました。また改めまして感謝申し上げますとともに、より一層、いい結果が出るキャンプになるようにチーム一丸となって臨みたいと思います。今回、マリノさんが再度また来年キャンプしていただけるということで、毎春季はプロ野球のロッテ、マリーンズも来てますけども、またサッカーで、こういう形でキャンプ合宿していただけることでですね、地元の子どもたちに、大きな刺激を与えることができるというふうに思いますし、また間近に、そういったプレーをいろいろと見させてもらったりとか、練習に、対する姿勢とかですね、そういうのを見ることで子どもたちの技術力とか、サッカーに対する情熱も盛り上がってくるんじゃないかなというふうに思ってますんで、サカパカは中心になると思うんですけども、芝を含めてですね、しっかりとキャンプに備えて準備したいと思います。Jリーグサッカーチーム誘致協力会として、7月頃発足させていただきまして、有志が集まってですね、市の方と協力しながら、キャンプ受け入れの体制をと、あと誘致を、協力的にやっていこうということで、来ましたが、先ほど中山市長もおっしゃったように、やっぱり石垣市のサッカー人口、その中でも少年の方がね、だいぶ少年少女もサッカー人口が大変増えております。その中でその子たちに夢をね、与えるチャンスがまた一つ増えたと。実際に、J リーグのトップクラブチームの、横浜マリノスさんが、目の前でね、見れるということで、みんな期待して思ってます。中にもいろいろいつ来るんですかとかね、まだ言えませんとか言われましたけど、ぜひ来てほしいということで声がね、たくさんありましたんで、これが実現できて大変嬉しくています。で、市の方にもね、大変バックアップしてあげて、設備の方とか、あといろんな面でも充実できるようにしていってもらってます。で、マリノスさんが結果的にキャンプで成功して、Jリーグ、あといろんなカップの方もね、取っていただいて、ぜひ、みんなにいい報告できればいいなと思ってますんで、これからも目的は継続でいきたいと思ってますんで、今年だけじゃなくて来年それ以降もね、どんどんキャンプを利用していただけるようにね、みんなでバックアップしていきたいと思ってますので、市民一体になって、頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。